よ。ただいま種に関する小冊子をお配りしております。我々は今さまざまな困難に見舞われています。戦争、犯罪、飢餓、私たちは迷う人たちの小さな声をすくい上げ導く活動をしております。こんばんは。お話よろしいですか。一番街に女性が一人で訪んでおりましたので、主はおっしゃいました。求めをさせれば手間は与えられんと。何時右手の手間を折られたら左の肉を食べ出せと。意味が分かりませんよね。そうでしょう、そうでしょう、今はそうでしょう。こちら今なら特典恵みを与えます。ええ、ただの石です。どうですか、ちょっと行ってみ。はい、ありがとうございます。主、酒の子であるイエスはおっしゃいました。はい、はい、喜んで。幸せについて祈らせていただきます。